立浪ドラゴンズよりヤバいチームが発見されるわらわら、片岡ドラゴンズさん。わら、くさ、すごい、アツシは何やってんねん。アツシ、一軍と連携取れてるやん。二軍は育成の場所だから一軍が勝ってればいいんだぞ。トニー、が優勝、セ優勝、セ2位、に、混ぜられたらね。暗黒優、ネオと石川と岡林が二軍にいた頃はそこそこ強かったよな。当時流行ってたイレブンスポーツで食い入るように見てたわ。来年から二軍に新しい球団増えるから。これが新球団ちゃんですか。22年に大量戦力外と放出したらピッチャー足りなくなったんよな。ちょっと前まで勝率2割台だったから最近はようやっとる方だぞ。この親子優、両リーグのトップチームによるいじめ行為、NPB はこの問題を重く見るべきやろ。二軍は勝敗より育成できてるかの方が重要なのでセーフ。独立リーグに負けそう。RPL、二軍は勝ち負けなんてどうでもええねん。それより期待できる選手がいないことの方がはるかに問題。育成放棄して本気で二軍優勝狙ってる楽天よりはマシかな。二軍がアツシでよかったよな。他のやつやったら大激怒されてそう。アツシは寝るの早いねん。でも5位やからな。PL の絆すげー。アツシは酒残ったまま采配しとるからしゃあない。ウエスタンチュニドラ再生工場や。魔境ウエスタンやからな。阪神ソフトバンクオリックス広島の二軍とか倒壊してる一軍チームより下手したら失意やろ。打率みたいな勝率。ご視聴、ありがとうございました。チャンネル登録、高評価も、よろしくお願いします。他の動画もぜひ、ご覧いただけると嬉しいです。